イオンモールツナンは、三重県津市高茶屋に所在し、イオンモール株式会社が運営、管理するショッピングセンターである。以前同地に存在したイオンツナンショッピングセンターサンバレーが、老朽化のため2016年2月29日で閉店した。その土地にイオンモールが目をつけ、出店する方針を固め、開業が確実となった。そのため、開業後の今でもサンバレーの愛称で親しまれている。 イオンモールとしては、三重県内6店舗目となり、売り場面積は、イオンモール鈴鹿に次いで、県内2番目の広さとなる。この土地は、海から2キロメートルに存在するため、東日本大震災以降、イオンタウン、釜石や、イオンモール岩木小名浜など、イオングループで、積極的に行っている津波対策を、同ショッピングセンターでも言っている。そのため、 通常2から3階建ての店舗棟が地上4階建てになっており立体駐車場棟は地上5階建てとなっているイオン初のドライブスルー各店舗となるイオンスタイル津南ではイオンでは初となるのドライブスルーを取り入れる専門店では近隣に本社を構えるイムラヤが初となる実店舗を置くなお9店に入居していた家電量販店や スポーツ用品店などの大型店は引き続き入居している。イオンシネマツナンが入居しており、津市内ではイオンシネマツとイオンシネマに関体制となった。ありがとうございます。